今回はルーアルファ使っていきます。で、性能こんな感じで、特徴としては、まあ、封じ EL と足封じ EL 持ってるんで、4種類の種族に対して攻撃力3倍と、あと、渾身持ってるんで、ゲージ決めるとさらに3倍、ただしスピードは4分の1になりますよっていう。あとは構える SS、早く撃てるよっていうのが特徴になってるね。で、これは、高難易度何も刺さらないというか、モンストの高難易度って、コラボ以外は全部兼用なんで、だから、もう刺さることが期待されないんですよね。だから、後日に刺さるかもって、ちょっと期待してる方もいるんですけど、まあ、ボスに刺さることはないでしょうね。だって、幻影だもん。まあ、後日が、運営の方向性変わって、もしかしたら、なんか、アジンとか、魔族になるっていう可能性も、まあ、ゼロではないけど、今のところはなさそうよね。だから、雑魚に刺さるかもしれないけど、ボスに刺さることはないから、ちょっと気になるとこ。はい。で、まあちょっと渾身、まあ神殿でいろいろ使いながら試してきたんで、ある程度の感覚もつけて、つかめてきたんですけど、2回殴ると大体止まんね。まあその同じ敵だったら。で、こういう時に配置して、ラウンドフラッシュやって、はい。はい。まあ使うみたいな感じのがいいんじゃないんでしょうかっていう感じ。ちなみにこれやってきたの家外なんですけど、なんで来たかっていうと、ここって基本的に剣雑魚にこうやって触れて、はい。まあこれ倒すステージなんですね。だけど、ボスは、キラー刺さるから。雑魚にはあんまり刺さんないけど、これ、ボスにはめちゃくちゃ刺さるんで、魔人だから。多分なくてもいけるでしょってことで。っていうか、そういうデバフを入れないと、多分ね、消し飛ぶんですよね。はい。だからここで呼び出されるけど、全部ブロックの中、みたいな。だから絶対にね、剣雑魚アップすることできないですね。だからここで強さ見せられるかな、みたいな感じ。どうなんだろう。なんかこういうデバフ入れないと、ちょっと超絶とかだと、多分、2分くらいで終わりそうね。はい。でも、一応ゲージ決めたら、3倍、誰でもいけ、実質全属性キラーみたいなもんだから、意外と使えるのかな？まあ、なんか遊びの、なんか、いや、あれ、すごい入りそうだけど。はい。だから別に剣雑魚なくても削り切れますよっていう、特徴っすね。まあ、だから基本的にはあんまりモンストの高難易度で刺さるというよりかは、コラボとかで刺さるような感じに、まあ、多分なってくんじゃないのかな、みたいな気がする。はい。で、これもだからボスにそろそろ刺さるから、いい感じに配置して、ラウンドフラッシュが刺さってくれればすごいみたいな感じになるんじゃないのかなみたいな。あ、ちなみにこれ神殿でもワンパンできるかなと思っていろいろ試したんですけど、遊撃つけてもね、ラウンドフラッシュでワンパン基本的にできないっす。あれいるね、紋章。紋章で火力上げたりしないといけなかったし、はい。で、ラウンドフラッシュ広がって、うわっ！いや、弱点ねえのに削ってるし。無惨様で使いたかったな。チビ足使ったらこれ絶対面白いことできたでしょ。だから渾身で一回多分これ殴ると、はい。いや、面白いことになるんじゃない？いや、ですよね。いや、無惨様で使いたかったこれ。なんか無惨様に使いたいやつ。無惨様終わってから来るの何これ。で、SS も多分これ、あ、違う、そうだ、神殿の SS ワンパンなんですけど、いや、紋章ないと無理ね。いや、木と木にとか、あと、ま、闇と木には属性有利も取れるから刺さるんですけど、はい。これだから、刺さるかな？なんか、豪絶とか高難易度に刺さっても、もうこのキャラで良くねってなるから、売り上げ的にちょっと心配だな。どうなんだろう？ちゃんと、風雷アルファルートいけるかな？まあ、あとは転送壁っていう一応期待の申請持ってるから、その辺もどうなるかね。で、あとはま、適当に置いといて、で、まあ、2回攻撃すると大体終わるから、これで多分真ん中止まれるかな？はい。まあ、あとはこれ、できるとなんかモンスト上手くなった感あるよね。ああ、ここに配置しますって言って、ここにピタって止められるといい感じみたいな。だからここも多分、右上に止まれるかな。ね？いや、これ友達とマルチしながら、ちょっとここに配置しとくわって、これで止められたら、うお、かっけーみたいな、惚れましたみたいな、結婚してくださいみたいなことあるかもしんない。で、はい。で、多分これ倒せるかな。まあ、2貫通でいけるから結構読むのは簡単ね、配置。どっちかっていうとなんか殴りで削るというよりかは、渾身で配置調整になってくるのかな。あと、これね、上がるといけるかなと思って、ボス、あれ、なんだっけ、魔人だったか魔族だったかね、いけるかなと思ってやってみたんですけど、いやーあれ、ラウドラマリア持ってるからマジでポンコツだったね。まあ、ただ殴りは強かったわ。そこだけ入れとく、動画。はい。はい、ラウド、もうやっぱ、剣雑魚いらねえじゃん。ちょっと待って、これ、SS、打てるチャンスあるかな？ちなみにこれ、2フレくらいで当てるとどうなる？削れるかな？3フレいけるか。一応3フレで当ててみよう。はい。殴りであれだけど、直殴りがめっちゃ乗ってるタイプかな？はい。2100万。どうだろう？
3フレでこれだからね。4フレしたらこれワンパンするんじゃない？あー、やべ、これ歌流れるパターンじゃないですか。歌流れるんだったらちょっとカットします。よし、帰ってきた。普通にこれ歌流さないためにはここでゲージ飛ばしして終わらせるしかないですね、全てを。はい、これでまあ適当に置いとく。あ、そういえばキープガチャ、もう他の配信者さんの人も動画出してたんで、私それ今日見てたんですけど、みんないいの出すぎじゃない？私の、なんか、エンジェリーディーバとか、あとタンポポ。タンポポはまあ別にいっか。あれはある意味当たりみたいなもんだもんね。はい。とか、あとなんだろう。まあ根を出してたりとか、なんかすごい人もいたんですよ。配信者で根を出す人とかいるんだと思って。いや、羨ましい。私も根を出したかったもんね。なんかそのコメント欄で。ガミ君さんの結果は程よい結果で嫉妬しなくてよかったですみたいなこと言って、それは褒められてるのかけなされてるのかよくわかんなかったもん。いや、私も根を出したかったら出して。もう、うわ、皆さんごめんね。私のさ、スマホが、私のリドラが根を出しちゃったみたいな。根を吐いちゃったみたいな。これで新しい鳥獣引くといいみたいな感じで500円プレゼント企画みたいな渡したかったもんね。で、これで SS 配置できました。あ、でもどうだろう。2P? ん？じゃあ 3P そこか。配置的には、誰がこれ4フレできる？壁4フレ。この位置だと、いや、いけるか。いや、これ多分ゲージ飛ばないよな、きっと。ちょっと調整しよう。はい。半分くらい削って、あ、でも1殴りでこんなもんか、剣なしだと。剣ありだとどんぐらいだろう。この位置だとちょっと微妙。1P が多分すげえいい感じだから、ちょっとそれに向けて調整しようか。多分1殴りでこれ、そしたら3分の1ぐらい。おう！いや、調整楽！どうなの？本来の正しい使い方じゃないよね、これ。まあ、縦勘でこれ置いといて。さあ、じゃあ即死前に一発決めますか。これで多分、まあ、倒しきれなくても次ちょちょいのちょいでイントロだけで終わらせられるでしょ、きっと。で、これを、あ、そういえば、刀鍛冶編の PV、鬼滅の刃、見たの見ました、皆さん。いや、結構、早いのかな、来年の春くらいには、できんのかな。はい。でも、2022年に、やるみたいな。ああ、俺のこの手が光ってうなるね。はい。ああ、終わらないか。でも、死にかけぐらいには多分なってんじゃない？あ、ちなみにこれゲージ決めても、渾身の攻撃力3倍は乗らないんで、決めても決めなくてもどっちでもいいね。どう？お！じゃあこれ2発撃って当てれば終わりな。はい。はい、光ってうなる。いや、刀鍛冶どうだろう？来年かな？はい、終わり。なんて。まあ、これ使ってオラコインワンパンとかそういうのも、まあ、もしかしたら、あるかもしんないのかなと思いました。終わります。ごきげんよう。